エミール・ベルナールはフランスのポスト印象派の画家、トゥールーズ・ロートレックが描いたベルナール。エミール・ベルナールは1868年フランスのリールで生まれた。父は繊維業者であった。10歳の時、一家はパリに移った。1884年、フェルナン・コルモンの画塾に入り、ここでルイ・アンクタンやアンリド・トゥールーズ・ロートレックと出会った。 1886年にコルモンのアトリエを追われ、ベルナールはパリを去ってノルマンディやブルターニ半島を歩いて旅した。コンカルノーでエミール・シェフ・ネッケルと出会い、彼にポール・ゴーギャンへの紹介状をもらってポンタバンに向かったが、この時はゴーギャンとほとんど話をする機会がなかった。1886年から1887年にかけての冬、パリで フィンセント・ファン・ゴフォとであった。この頃、ベルナールは、天病による絵を制作している。1887年の春、再び、ノルマンディとブルターニ半島に向かい、サンブリアックシュルメールで2ヶ月間滞在した後、ポンタバンを訪れた。この時、ゴーギャンやシャルルラバルは、カリブ海のマルティニークに出かけていた。ベルナールは、天病を捨て、ルイアンクタンと共に、 クロアゾニスムを発展させていった。1888年8月、ベルナールはポンタバンに戻ったゴーギャンと本格的な出会いを果たした。これ以後、二人は総合主義を作り上げていった。同年、総合主義の代表作、草地のブルターニュの女たちを制作。1889年、ポンタバンの画家たちのグループは、パリのカフェボルピニで展覧会を開いた。 1891年、ベルナールとゴーギャンとの間で居酒屋があり、二人は絶好に立った。1893年以降、パトロンのラロシフコをパリで死去した。ありがとうございます。